そう、ロナウジーニョとかの時代ってもうフィジカルテクニックですよね。ロナウジーニョとか昔の人は確かにフィジカルよりスピードやテクニックかもしれない。ブラジル代表でフィジカルはくらいしか。アドリアーノがいた。ロベカルの太ももだろ、小さいけど。ロナウジーニョは当たりにめちゃくちゃ強かったぞ。あのフィジカルを継続できてればな。ロナウジーニョは全然最近だろう、もっと前のバッチョやデルピエロだろうな。テクニック特化型。こういう勘違いしてる若い人がいるけど、当時すでにアスリート能力重視のサッカーになってて、フィジカルの強さも当然のように求められてた。昔みたいなファンタジー溢れるプレイはもう見られないのかとファンが嘆いてた時に、ロナウジーニョが現れたんだよ。現代サッカーであんな極限プレイで無双する選手が出るなんて夢にも思わなかったわ。もしよければ、チャンネル登録お願いします。